アルビでの1年半を振り返ると、一言で言うとどんな1年半でした？感謝です。1年半という短い間でしたが、こんなに好きになったクラブはありませんと、アルビへの思いを語ったのは、ベルギー一部シントトロイデンに移籍する伊藤涼太郎選手です。J1 でこうなかなか出場経験なかった、なかなか結果を残せなかった自分をアルビーは迎え入れてくれて、自分に出場機会を与えてくれて、J1 でのプレーもさせていただいて、このような海外移籍のチャンスをやっぱりアルビーに来なかったら作れなかったと思うんで、絶対に J1 に上げるんだという覚悟を持ってきました。自分が勝たせるようなチームを作るっていう覚悟を持って来ました。その言葉通り、試合を重ねるごとに輝きを増し、チームにとって欠かせない存在となっていった伊藤選手。昨シーズン、9ゴール11アシストの活躍でチームを J1 昇格へ導くと、その J1 の舞台では、開幕からポテンシャルの高さを見せ、月間 MVP も獲得。全国のサッカーファンの注目の的となりました。ゴールとかアシストってどうしても数字に目が行きがちですけど、パスだったり浮き球だったり、あとこうスルーパスに抜ける、そういった動きもすごいなと思って見てたんですが、そのあたりのアイデアっていうのはどこで養われたものなんでしょうか？子どもの時から見てる人も楽しいプレーだったり、自分もやってて楽しいプレーっていうのは好きで、海外のサッカーとか日本のサッカーもそうですけど、見ながら、こういったプレーもするんだとか、そういったところをよく真似て学生時代はやってたりしてましたね。海外選手を彷彿とさせるその華麗なテクニックやゲームを司る能力から、新潟のマエストロとも称された伊藤選手。大ブレイクの要因は松橋力蔵監督との出会いが大きいといいます。ボール持った時のアイデアだったり、シュート、パス、そういったところはもう本当に自由にやってくれっていうふうの、いうふうに力さんから言われてたので、攻撃のところでは本当に自分の持っている能力を最大限生かしてくれた監督だったんで、それが今こうやってこの海外移籍につながっているのかなと思います。そんな伊藤選手が海外初挑戦の舞台として選んだのが、ベルギー一部のシントトロイデン。かつて香川真司選手や鎌田大地選手も所属した名門クラブです。いろいろ多分オファーがあった中での決断ということですよね。そうですね。まず第一に自分がステップアップするっていう面で、すごい、自分とこうマインドがあったというか。ちょっと離れるの寂しいですかね、また。いや、寂しいですね。やっぱご飯が美味しかったんで、新潟特に。ベルギーといえば、こう多分アルビサポーターは皆さん、本間志穂選手とのマッチアップも楽しみにされてると思うんですが、決まってからは連絡はすぐされました？シオンから来ましたね。おめでとうっていうのと、遊んでねっていうのは、ご飯連れてってねっていうのは来ましたね。僕の方が上なんですけど、すごいベルギー先輩面かましてきて、ベルギーってワッフル有名じゃないですか。もう、やばいって言ってましたね。そんな仲のいい2人ですが、来シーズンからは対戦相手としてしのぎを削ります。シオンに負けないぐらいの活躍をしたいっていうのと、シオン以外にも、ベルギーにいる日本人選手だったり、海外で活躍している日本人選手の中でもやっぱり一番自分が結果を残したいなっていうのは思ってます。伊藤選手を突き動かすのは、去年のワールドカップでより強くなったという日本代表への思いです。やっぱりまずは海外の選手に相手にでもしっかりと自分のプレーを出せる、結果を残せるっていう説得力が一番足りないなって自分には思ったので、こいつは代表に呼ばざるを得ないなって思われるぐらいのやっぱり活躍っていうのを海外でするっていうのは、僕の今一番大事としている目標です。チームが苦しい中での移籍は難しい判断だったとも話しますが、本当にアルビレックス新潟で僕はタイトルを取るって今年の最終言ったんで、その夢はしっかりと残ったチームメイトに託したいなと思います。普段からチームメイトとも仲が良かったという伊藤選手に、特に期待している選手を聞くと、
絶対ミト待ってますよね。絶対ミトちゃんって言うと思いましたよね。で僕はそうはいかないですよ。吉田陣平ですね。まあ、僕とポジションも一緒ですし、本当によく可愛がってた後輩なんで、まあ、今こうやってやっぱ陣平がなかなか試合に出れてない苦しい気持ちっていうのは、まあ、僕も経験してるんで、まあ、すごい陣平の気持ちも分かるんで、よかったら13番つけてほしいですけどね、シーズン途中で。なんかちょっとどっかできっかけがつかめればって感じですか。はい、そうです。だから、まあ、いい選手なんで上手いし、まあ、本当どっかできっかけつかめれば、今言いましたけど、結構ブレイクするんじゃないかなと思います、僕は。自身も苦しい時期を乗り越え掴んだ海外挑戦への切符。自分のサッカー人生1回しかないし、一人の男として一人のサッカー選手としてもっともっと大きい、人間になるには、この移籍の決断っていうのはどっかのタイミングでは絶対しないといけない。まあ、これだけ好きになったチームがなかった分、やっぱり少しこう寂しい気持ちにもなったんで、まあ、でもやっぱり自分としてはさらに新潟に来た時よりもさらに大きな覚悟を持って、この挑戦をしたいなと思います。